はい、皆さんこんにちは、こんばんは、こえです、今回ね、ようやくこちらが完成いたしました。ドーン。はい、これですね。うん、まあだいたい書き込めてきているかなっていう感じするかな。まあ定着感とかもね、割とまあ完成だとできたかなっていうような感じです。一応ね、これは3時間ぐらいかかったので、まあ試験本番でここまで書き込むっていうのは少し難しいかもしれないですね。はい、っていう感じで、はい、やっていきました。そうですね、まあ受験生はね、ここが今11月の後半ぐらいなので、まあコンクールがだいたい一段落をして、まあ12月とか、まあ、1月2月で、まあ、冬季講習とか直前講習が始まるわけなんだけれども、まあ、それのね、まあ、嵐の前の静けさというかってのがね、この11月とか12月の前半の頃だと思いますということなので、まあね、ゆっくり制作できてるんじゃないかなとも思いますし、今のうちにね、しっかりガス抜きしとかないとちょっと後できつくなるから、まあね、センターとかいろいろあると思うけど、とりあえずね、ちょっと皆さん一生懸命頑張ってると思うので、ちょっとね、心を休めてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、まあコンクールもね、結果いろいろあったと思いますけどね、まあいい人もいればなんかね、悪い人もいたり、そうそうそう、ずっとね、予備校のいろんなところでトップ取って、まあ賞金女王なりね、そういう人もいたと思いますが、まあまあまあ、いい結果が出なくても受かる人もいますから、まああんまり心配せずに行っていければいいと思います。自分のペースでね、頑張ってください。はい、ということでね、長々とおしゃべりしましたが、本編行っていきたいと思います。ではどうぞ。はい、ではね、出坂に行きます。まずは、当たりですね。まあこの時に僕はいつも意識してるのは、やっぱりこうラインで撮るんじゃなくても色で置いてます。やっぱりね、もう何回もいいかもしれないけど、こう色で置いていかないとなかなかこう印象が合わないので、しっかり色で描いていきます。線だとどうしてもこうかっこよく見えがちだったりもするので、結構こう狂ってることに気づきにくいってのがあります。で、色で置くときに結構注意なんですけど、結構色で置くときって修正が効かないとか、なんか消すの怖いみたいな感じで思う方結構多いんですけど、これいう、まあこれっつうか、まあこういう描き方だからこそ、そういう修正とかそういうのがめちゃくちゃ必要になってくるんで、結構そういうの消すのとか、練りゴム使うのとか、擦れてるからちょっとサイドが鈍くなっちゃったとか、そういうのを全然恐れずに変えていく方がいいですし、逆にそういう風にどん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 修正していくことによって、画面がね、定着していくから全部ね、プラスに行くので、絶対デッサンではこういう書き方をした方がうまくいきやすいと、まあ個人的には思ってます。はい、ということで、で、もうここまで来たら、もうディテールをどん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 描いていきます。あまり石膏デッサンとか、こういうデッサン系ってさ、こうディテールとかそういうのじゃなくて、全体感とかマスとか量感とかを意識しろ意識しろってめちゃくちゃ言われるんだけど、まあ、僕の考えで、ディテールは全体を兼ねるっていうか、っていうのがあります。で、それはそう、どういうことかっていうと、こうディテールを描いていけばいくほど全体感を強まっていくっていう考えで、まあもちろんね、こう細かいところばっかりを見て描いてしまうと、こう印象がずれてしまうとかっていうのは、まあおいおいにしよくあるんだけど、ちゃんと全体を見ながらディテールを描いていければ、こう何倍も何倍も早く進むんですよ。そうちょっとそれはね、結構技術の習得がいるかもしれないんだけど、こうね、全体を見ながらもディテールをどん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 詰めていくっていう描き方ができれば結構早いし、で、逆に石膏デッサン結構楽しくなると思います。結構デッサンみんなこうマイナスでは大変な修行だみたいな、そういうイメージがね、やっぱどうしてもあるんですけど、こう線画とかイラストとか描くよりも全然楽ちんだからさ楽ちんだからぜひね、この描き方をこう習得してもらえればね、かなり楽にいくんだと思うんだけどなーと思いつつはいっていう感じで、やっぱその最初からこうどんどん決めてかかっていくわけじゃないので、かなり楽だと思うんだけどね。で、結構ね、目とか鼻とか口とかをかなり細かく描いていたので、逆にこう髪の毛とかを結構後回しにしちゃってたんですよ。だからどうしてもこうかその髪の毛を描くことが結構しんどくてってのがありました。で、なかなかこう進まないみたいなことがありました。これはね、もう本当にもう教訓なんですけど、最初の頃に手を入れてないところには結局後半も手入んないんですよ。そう、それなんでかっていうと、こう
完成度が上がっていけば上がっていくほどそこにめちゃくちゃ手を入れたくなるんですけど、完成度がその時に上がってないところに手を入れるってのはなかなかこう嫌なものでなかなか進まなくなっちゃうんで、皆さん最初に全体に全体に手を入れるようにしましょう。はい、ということで、終わりになります。ご視聴ありがとうございました。